絶対に覚えた方がいい、バスケスクール。ということで今日はですね、シミーステップいきたいと思います。その時に重心も一瞬揺らす。この動画が見終わった頃にはもうね、重心揺らしすぎて、もう地震でも起こしてるんじゃないですか、でもう天変地異でも起きてるんじゃないですかね。ガガガガみたいな、グラグラの身、グララ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 ラっつってね。じゃあ行ってみましょう。シミーステップって僕クリニックに行ったら必ず教えるスキルなんですけど、これめちゃくちゃ使えます。もうね、これ覚えたらもうその日からディフェンスを多分ね、もうすこ抜きできるようになると思いますよ。なので、このシミーステップぜひ覚えてください。シミーってどういう意味かっていうと、揺らすとか振動って意味なんですよ。で、僕がね、いつも、まずクリニックに行って一番最初に教えるのは、何を揺らしてくださいっていうかっていうと、ボールですね。ボールを揺らしてください、振動させてくださいってまず最初教えるんですよ。でも、最終的に揺らしてほしいのはボールだけじゃなくて重心、重心を揺らしてほしい。これがシミーステップの極意です。いいですか、カメラさん。重心揺らしてください。重心、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 重心を今日は揺らしてください。 OK。 ポイントは重心を揺らす、もちろんこれ一つポイントなんですけど、縦足を作る、作った状態で重心を揺らす。だから縦足を作る、重心を揺らす、この2つがポイントとなります。早速やってみたいと思います。まずはボールを持った状態でよく使うシミーステップいきたいと思います。足、ジャブの足を出すと同時に、今はボールを一緒に出す。で、足の前上ぐらいでボールを止める。このボールを戻す、もう一度同じ方向を行ってドライブ。これがシミー、ボールを揺らす。その時に重心も一瞬揺らす。で、ドライブです。やってみたいと思います。はい、このシミステップなんですけど、出した足は絶対に戻さないでください。出した足の状態のままシミステップ。この縦足を作るっていうのが予備動作になるので、これを戻しちゃうとまた出発するときに縦足を作らなきゃいけない。そうするとこの予備動作でディフェンスに察知されてしまうので、出した足は戻さないように。プラスボールを戻したときに体が反転してしまう、戻しすぎて体が反転してしまうとこっち側へ行くのがまた遅くなるので、体幹、お腹の筋肉を使って本来であればここまで戻す動作を途中で止める。お腹の筋肉を使ってうんって途中で止めて、もう一回同じ方向へ行く。これがシミステップです。さらに最後、トラベリングが気になる人、結局外側の手でつくと軸足がこうやって先に離れやすくなっちゃうんで、トラベリングを取られやすくなります。もちろん早く外側の手でついてほしいんですけど、どうしてもトラベリング取られちゃう人は内側の手でこうやって落としていく。そうするとスペインムーブといってですね、これトラベリングにはならないので内側でボールを落としてみてください。以上でシミーステップ終わりたいと思います。ここから先の実は応用編のシミーステップがあります。そちらの動画は、リムタウンメンバーシップ会員様専用の動画となっておりますので、もう予備動作が削れてるんですよ。だからディフェンスからしたら過敏に反応するしかもう方法がない。なのでその中で重心をたくさん揺らされると、もうディフェンスは結構これ迷います。これを機にですね、ぜひご登録ください。リムタウンメンバーシップとはですね、毎週僕が
水曜日新木場で、スクールをやっているその内容をそのまま動画で撮って皆様に送らせていただきます。また毎日、プロ選手僕か木村継人選手に、質問をすることができます。このプレーって合ってますかとか、こういう時ってどうしたらいいですか、こういう練習合ってますかっていう質問をしたりすることができます。体の使い方の部分で僕がいつも言ってるのは、このねリムタウンメンバーシップかなりお得なオンラインスクールとなっているので、ぜひご興味ある方は、概要欄の方から飛んでいってください。はい、この動画がいいと思った方は高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、ベルマークボタンを押してご登録ください。ありがとうございました。ブララララララ、教えたスキルが正しくできているかをチェックするメンバーシップをご用意しました。動画を送っていただければ僕を含めたプロ選手が改善点をアドバイスします。教えたスキルだけではなくバスケの悩みなら何でもお答えします。まずは概要欄にある公式 LINE を登録してください。